機象回線は、香港中西区の香港駅から離島区の白蘭間駅を結ぶ香港、鉄路有限公司空港鉄道の急行系統である。ラインカラーは青緑。機象とは、関東語や中国語で空港の意味。ランタオ島沖の赤角に造成された、香港国際空港を起点に、深海南部、西急流を抜け、中心街である、香港東北部の中間にある。 香港駅に到達する空港連絡鉄道である。英語名の頭文字を取り、会えると略されることもある。なお、深海南部からランタオ島へ渡るとき、全長2200メートルで道路と鉄道の併用である二層構造の吊り橋としては、世界最長となる青馬大橋を通る、機常駅香港駅間をピーク時には10分間隔の最速、約24分間で結ぶ。 機場駅急流駅間は22分。機場駅香港駅が115香港ドル。機場駅急流駅間が105港ドル。オクトパスカードの場合は5香港ドル割引。機場駅に限り、同一日往復チケットは片道と同一料金であり、オクトパスカードでも自動的に無料になる。オクトパスカードで1時間以内に、 MTR に乗り換えた場合、MTR の分が無料になる。香港駅と九龍駅には、インタウン、チェックインと呼ばれる施設が設置され、航空会社が対応していて、搭乗1時間30分前までであれば航空機への搭乗手続きができるほか、受託手荷物を預けることもできる。また、香港駅と九龍駅から各ホテルを結ぶシャトルバスが運行されている。また、 展示施設の足場国際博覧館が2005年に完成したことに伴い、機場駅より路線を延伸、新たに博覧館駅が2005年12月20日に開業した。なお香港、九流、西位の各駅発から博覧館への運賃は、機場駅への運賃とは異なるので注意が必要である。香港駅には、オフィス、ホテル、ショッピングモール、 映画館などが併設された香港国際、金融中心が併設している。また、九龍駅にも、香港で最高層のビルとなる、環球貿易広場や、ホテルが設置された、ユニオンスクエアと呼ばれる施設が併設している。建設には、それぞれ地鉄公司が関わっている。九龍駅から高深市高高速鉄道にて、新鮮市や高州市につながっている。九龍繊維の領域は、 空港、博覧館行きの場合乗車のみ、香港行きの場合は校舎のみとなる。乗車カードは、非接触型 IC カードであり、共通で使用できる、オクトパスカード、及びこの機上回線でのみ使用される紙製または、プラスチック製のミフェアウルトラリットカードの2種類が採用されている。1998年7月6日の開業直後より、車両や設備トラブルが多発し、 大幅な遅れや運休が発生した。トラブルは徐々に収まったが、料金が高すぎるとの香港住民からの批判もあり、乗車率は低かった。そのためでは、期間限定で片道 70HK ドルに値下げするなどの対策を行った。アドトロンズ社とシーフ社の合作者、アドトロンズシーフ電車11編成が使用されている。香港寄りの先頭車は、インタウン。 チェックイン用の荷物車なので一般客は乗車不可能である。開通当初は7両編成で運転されていたがに全て8両編成化された。ありがとうございます。